今日はレッツレディース新キャプテンの柴田花恵選手に来ていただいてます。よろしくお願いします。まずは、新キャプテン就任おめでとうございます。ありがとうございます。今回キャプテンになるにあたって経緯とかはあったりするんですかね。いや、なんか面談があって、みんな個人で石原監督と面談をしていって、その中で言われました。面談っていうのは具体的にどのようなことを聞かれたんですか。そうですね、今期、こういう感じでやりたい、やっていこうっていう趣旨を説明してもらったりとか、あとみんな多分どのポジションやりたいとか、私はどういう今年どういうプレーをしたいというか、そういう感じのお話を大体みんなしたと思います。じゃあその中でお前にキャプテンをやってほしいんだみたいな真似してですかちょっとすごい失礼でしたけどこんな感じだったんですか。良ければみたいな話します。そうですね、考えてるんだけどっていう話をいただいて、はい。どうでした、その話を持ちかけられた時はどんなお気持ちでしたか。私なんだっていう感じですかね。ゲーム中にキャプテンつけられてたりとか。そうですね、たまたまキャプテン、副キャプテンが怪我とかでいない時に。それでってことだったんですね、はい、じゃあその中でなんとなくこう流れでそろそろ私かなみたいなのいや結構まとめてくれる上の人がいるので、あんまり考えてませんでした。あ、そうなんですね。じゃあ改めてキャプテンに就任されてお気持ちいかがですか。そうですね、去年まで後藤さんがやってくれてて、本当にキャプテンらしいというか、まとめてくれてしっかりしてる方だったので、そう考えるとすごく重荷かなとは思ったんですけどそこは石原監督もそんなキャプテンらしいことをそんな期待してるわけじゃないというか、そういうふうに言ってくれたので、いい意味でなのでそこまで重く考えないようにしようとは思ってます。今後藤道選手が前任のキャプテンだったっていう話あったと思うんですけども、今までのキャリアの中でこう理想となるキャプテンだったりとか、自分のこう理想としているキャプテン像みたいなのとかはあったりするんですか。いや、あまりそういうこと考えたことないんですけど。ちなみにその今までの選手キャリアの中でキャプテンをやられたことは。小学生の時ぐらいですかね。なのでもうキャプテンやってたというか、一番年上、小学6年生の時とかは一番年上だったからやってたみたいな感じなんで、そんなに責任があるとかそういう感じではなかったです一番上だしみたいな感じ、はい、じゃあその中で今までの中でもこう自分はこういう風になっていこうみたいな、なんかこう一言で言うと、もう先ほどもおっしゃってましたけど、後藤道とかはもうすごい責任感の塊みたいなキャプテンって感じの選手だったじゃないですか。 そうですね、それを見ていて、次ご自身になられてどんな感じでやっていこうかなみたいなのはあるんですか。そうですね、本当にそうやってキャプテンらしいっていう感じじゃないので、どちらかというと本当に試合中だったらプレーで引っ張っていければいいかなというふうには思ってるんですけど。キャプテンになられてチームメイトの皆さんに何かこうお話しされたりとか、自分の思いを伝えられたっていうことはあったんですか。してないまだここまでは。そうですねちょっと話し合いっていうほどのことではないんですけど、そうやって年上で集まったりとかした時は自然にこうまとめるというかはしなきゃなというのは感じながらやってます、はい、じゃあここまでですね、もうなく開幕戦を迎えるんですけども、ここまでチームの雰囲気だったりとか、改めてご自身キャプテンになってみてというか、手応えだったりとかいかがですか。そうですね、雰囲気はいいんじゃないかなとは思ってます、はい。いっぱい練習試合とかもしてるんですけど、本当にしていく中でいい形ができたりとか、いい感じでだんだんみんなも上がってきてるかなっていう感じですね、はい。選手ですね、菅澤選手をはじめとして、もともとユースの選手が上がってきたりとかっていって、新加入選手が増えてるわけなんですけど、その中での絡みだったりとか連携だったりっていうのは手応えの方いかがですか。
そうですね、本当に菅沢さんは一人で点が取れるというか本当に頼りがいのあるフォワードなので本当に得点は今年は本当に増えると思いますし、あと若い子たちが入ってきたのも、思いっきりあるプレーとか増えてるので、まあ、そういう刺激も受けながらできてます。チームとしてですね、この2017シーズンどのような1年にしていきたいというふうにキャプテンとして思われてますか？そうですね、もちろんチームとしてリーグ優勝するっていうのが目標なので、みんなでそこに向かってやっていってるんですけど、まあ、先ばかり見てもあれなので、本当に試合試合、そこで勝ちきるっていうか、そういうのを大事に、一瞬無駄にしないように戦いたいなと思ってます。その中で、まだ開幕してないんですけども、ここまで練習してきて、マレーズレディース現状の課題だったりとか、ご自身が感じているチームの課題、もっとこういうとこを強くしていきたいなっていうのとこはありますか？そうですね、90分間戦う中で、まあ、練習試合とかでもそうなんですけど、まあ、ちょっとした集中がちょっと切れたりとか、そういったところで失点をしたりとか、ちょっと簡単なそういう場面が見られるところもあるので、まあ、そういうところはしっかりみんなで修正していかないといけないし、しっかり声出して集中、90分間本当に集中するっていうところをやっていきたいなと、はい、思ってます。ここまではキャプテンとしてのチームの話を伺ったんですけども、柴田選手個人としてはこのシーズン、どのようなシーズンにしていきたいですか？今年は、とりあえず目標を5ゴール10アシストという具体的な、はい、立ててるというか、はい、いつも質問されるので立てておこうと、ね、はい、思って5ゴール10アシストを目標にしてます。2016シーズンを振り返ってみると、ご自身何かこう、ちょっとチームとしては悔しいシーズンになったのかもしれないんですけども、その中で得たもの、それで17シーズンにつなげたいものっていうものは何かありましたか？そうですね、自分自身もほとんどいいプレーというか、なかなかそういった光ったものを出せなかったと思うので、ただそう厳しい試合が多くあった中で、降格争いもちょっとして苦しい状態もあったんですけど、そういう経験、苦しいことを乗り越えたっていう個人としての経験もそうですし、チームとしてもそれを経験した選手が今いっぱい残ってるので、やっぱり苦しい時にみんな頑張れるかなっていうのは一つ感じますね。はい、ここまで活動してみて、この選手にいろんな意味で注目してくれみたいな選手は普段というか、プレーで今ちょっと怪我人がもうちょっと出てきたりもしてるんですけど、 その中で木崎選手、葵が左サイドバックで今頑張ってくれてるんですけど、不慣れなポジションで、なんですけど葵なりのプレーというか、1対1で負けないところとか、そういうところ頑張ってくれてるので、そこをちょっと見ていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。今シーズンもより一層応援していただけるように、カメラに向かってですね、サポーターの方に最後に一言、意気込みなり何か思いがあれば、はい、お願いできますか？いつも本当に応援していただいて、それがパワーとなって、私たちは頑張れているので、今シーズン優勝を目指してみんなで頑張りますので、温かい応援よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。柴田花選手でした。ありがとうございます。